富田一式安歌神社は、三重県四日市市と三津原地区の富田一式町正寺屋敷にある神社である。富田一式地区の宇治湖神社であり、富田一式喧嘩祭りが毎年お盆に、富田一式連合自治会によって開催される。富田一式出身の家計の官主はいるが、お守りや寄付代金300円の絵馬はあるが神仏から授与する。社務所は、無人状態である。 神社の社務所などの施設は設置されていない。古くから富田一式村のうぶすながみとして祀られていた。富田一式地区の広高寺大通り前にあり、飛鳥神社は広高寺町自治会の区域にある。すぐ近隣には浄土新州高田派の富田一式流泉寺がある。神門は上り富士に一文字である。大祭は毎年8月15日と10月13日。 祭人は以下である。八重子と白主の命、竹南方命、大山積命、五福島姫,姫命古文書などの地域資料の文献によると、824年に創建された。天平14年8月18日に、富田一式村の漁師が、千樹観音像を網で引き上げたことがきっかけで、富田一式村に三木代寺が創建されたが、 富田六号の富田はじめ色の村人たちはこの、千寿観音を常日頃信仰している。諏訪大明神の変化に相違ないとして、竹見の固の地を感定して三清寺の鎮守として祀ったことが、飛鳥神社の起源と社殿に記述されている。金流初期は、大量の神として三清寺の脇に合死されて、神として祀られていた。江戸時代には、 明神社として合祀されて、飛鳥神社に祀られていた。1873年に、富田一式村の尊者となる。1907年に、内務省神社局から、特別友神社に指定、同年無格者五福島神社を合祀して、平成時代まで続いている。飛鳥神社拝殿現在の拝殿は1860年に、混流されたものである。 流れ作りの本殿は1933年9月3日に混流されたものである。拝殿の形式は、切妻作り、スカシベイ、ナマコベイ、水垣の4種類がある。補修工事がされたのは本殿及びソレーデンの屋根銅板吹き替えである。1974年11月10日に観光した、境内神社は、多土社である。他の施設は、兵、社務所。 長寿者などがある。祭主は、霊祭が、毎年10月13日に開催される。その他は、年中恒例祭儀が4回である。毎年8月15日には、富田一式地区で有名な富田一式大念仏の、富田一式喧嘩祭りが行われる。富田一式安塚神社の境内には、2本の木が、夫婦のように途中で合体した、縁の樹がある。 夫婦縁満、両縁長寿、縁明長寿のご利益がある神様の木と呼ばれている。カニ祭りや富田はじめ色の秋祭りとも言う。毎年10月13日に富田一式飛鳥神社で開催される。大部分が漁師だった富田はじめ職では村人が伊勢湾で捕獲された渡りガニを神前で備える風習があった。岩資料に入る前のカニの季節が最適だったことが 背景にある。また、ガニ、祭りの行事が行われたことを伝える昔話もある。江戸時代よりも前に、伊勢湾で不漁が続いた際、魚を、周辺の農村と、物々交換して米や野菜、薬を入手していた、富田はじめ色の人々の生活が苦しくなったが、隣の松原村民からの提供を受けてしのいでいた。その時、 漁師の源作と、気作親子が、伊勢湾の沖合で拾った社殿のような物体を、富田一式飛鳥神社に備え、浜神楽を演じて、大量祈願をすると、魚が多く取れるようになった。蟹も、大量となったため、松原村の人々に謝意を示して振る舞った。ここから、蟹松原がなまって、蟹祭りとなった。ありがとうございます。